私は西田亮太です。実は私、麺には目がないのです。麺を通じて理解していきたいです。民族の中の西安、まずは九大麺からいきましょう。皆さん見てください、この器の大きさ、そしてこの具材、とても楽しみです。あー、もう待ちきれない、いただきます。うん、すごくうどんのように太いので、食感もすごい弾力あって、とても美味しいです。辛くて少し酸っぱい感じですね。うん、おいしくて完食しちゃいました。西安のグルメは本当に私の胃を満たしてくれます。西安のグルメは種類の多さだけでなく、牛、羊肉も素晴らしいです。皆さんこんにちは、私は今西安に来ています。何も隠そう、私は麺がとても大好きです。そして西安といえばこのパンのようなもの、これがとても重要になります。今日私はヤンローパオモというものをいただきます。早速作り方を紹介しますね。私事前にネットで調べております。まずこちら半分に割って、さらにそれを4分の1にします。そしてこれを縦に割って、あとは小さくお米ぐらいの大きさにちぎっていきます。できました。それではお願いします。好的，来，我端去给您煮一下。お願いします。好的，您的泡沫。哇，谢谢。皆さん見てください、すごく美味しそうです。具材もあって、たくさん材料もありますね。それでは早速いただきます。見た後の麺は歯ごたえがありますね。もちもちした食感の麺と美味しい羊肉の組み合わせによる余韻が素晴らしいです。西安では麺の魅力はグルメだけに限りません。クリエイティブな麺も持ち合わせているのです。麺はお腹を満たすだけでなく、芸術にもなります。これらの生き生きとした登場人物は全て麺で作られています。とても不思議ですね。張梅玄先生の仕事場では西安の様々な要素が盛り込まれた新小細工が見られます。しかもたくさんのアニメや漫画のキャラクターも見られます。ここにある全ての作品はそれぞれのストーリーがあるそうです。張先生の話では、陝西省の無形文化遺産の新小細工の伝承者として、この情熱や文化を伝えていくとともに、もっとたくさんの人に新小細工を知ってもらうことが責任だそうです。うわ、この帽子をかぶってます。どうですか、かわいいですよね。お揃いです。你看一下，现在我们要进入我们那个体验这块。我手里先拿的这块放了两个材料，能分辨出来吗？这个是粘土，这个就是我们吃的面粉面团。这个面团就是我们那碗面。この貴重な機会を逃す手はありません。張先生とともに新小細工を使った陝西省にしかない茶色のパンダ、チーズを作っていきましょう。実際にやってみるととても難しいですが、とても面白いです。それでは私の成果を見てもらいましょう。確かに先生のと比べると出来は良くありませんが、自分の手で作り上げたチーズはとても愛らしいです。陝西省フォアモー、中国五穀、余興で使われるお面など、民族文化専門家である大地先生の解説を聞き、私はもっと多くの民族文化について知ることができました。例えば中国の五穀、パワ、イネ、キビ、大豆、小麦、またビャンビャン麺の字の由来も教えていただきました。这个小麦啊，它磨成粉以后呢，粘性非常强，可以做各种各样的形状的食品。
啊，我吃过了扁扁面啊，对呀、啊，那个扁扁面就是又宽又长，又厚，哎，它还可以拉的很长啊，那个就是它的韧性。你吃过这个陕西的扁扁面，你知道这个扁字怎么写吗？我真不了解啊。这个扁扁面，我给你拿一个啊，就是，你看啊，这个扁扁面是一个民间制造的组合词，它甚至有十多种写法，每一种写法呢笔画都不一样，最少的笔画呢是56画，最多的笔画是72画，就是它不是一个字典里的字，你想想，这是民间在识字的时候，为了识更多的字，把各种笔画都写进去了，它就是有各种各样的笔画，所以这个扁呢又跟我们的饮食有关系，又跟面有关系，所以现在这个扁扁面呢成了一个凡是外地人、外国人都要来尝的一个陕西特色。今回の西安民族文化の旅では、口いっぱいに堪能し、手芸を学び、知識を得ていく中で、文化の伝承と継承を感じられました。西安、それは私に驚きと感動を与えてくれる街です。